バベット・バルドーは、スウェーデンの女優、バーレスクダンサー。ラスメイヤー監督の映画、カモンロー・キャビンや、モンド・トップレスなどに出演した。ラスメイヤーの映画で注目を集めた後、夫で、マネージャーのボブ・ベイカーの指導を受け、バーレスクダンサーとして、アメリカツアーを開始。プラチナブロンドの髪を持つ、魅惑的なルックスと、44から24から38インチの、 世界で最もセンセーショナルなエキゾチックエンターテイナーの歌い文句で、ニューヨークのゲーティーシアター、シカゴのタウンシアター、ダラスのコロニークラブなどに出演した。バーレスクサーキットを続けながら、その間テレビラジオ番組、スティーブ・アレン賞、フィルド・ナ・ヒュー賞などに頻繁にゲスト出演した。彼女は多くの国を旅行した後、アルバータ州カルガリーのマジェスティック・インに定住した。 アルバータ州のリベラルなストリップ法では舞台上でフルヌードまで脱衣することができたがバベットはストリングビキニのボトムスを残したままトップスを脱ぐだけに止めた彼女はラスベガスに出発する半年前にカルガリースタンピードの期間オープンするホテルのバーマジックスティックの花型スターを務め毎晩バーを客で満杯にした証明はされていないがバベットは自身が ブリジット・バルドーの登園で14歳の時にパブロ・ピカソのモデルを務めたと主張した。電気作家のデイビッド・ケイ・フレイジャーはブリジットとの親戚関係については否定している。ベトナム戦争中、人気と世間的悪評によりアメリカ軍の新聞、正常期新聞に写真が掲載された。ありがとうございます。